私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。桜井翔、相葉雅紀との旅行に急遽参加が決まったエイジ君の正体は、との旅行に急遽参加が決まったエイジ君の正体は、春に旅行に行ったという桜井と相葉。桜井は、相葉君がスノーボードしたいとずっと言っていて、僕はスキーやるんで今度行こうよと約束してたんです、と切り出した。すると2ケラ3日前に相葉から電話がかかってきて、翔ちゃんあのエイジ君一緒でもいいかな?と言われたという。桜井はエイジ君を知らなかったが、相葉君が仲が良い人なんだったら、一緒に楽しく過ごせるだろうし、全然良いよ。そのエイジさんって人も、と返した。すると相葉から、エイジさんっていうか小峠エイジなんだけど、言われたそうで、エイジ君はお笑いコンビ、バイキング、の小峠エイジであることが判明。桜井は、結局一緒に行くことになったんですけど、と話した。プライベートで小峠と会うのは初めてだったといい、朝10時から二人とも楽しそうにケラ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 笑って、と話し、楽しかった、と振り返った。嵐の桜井翔、40、が22日放送の TBS、桜井有吉座夜会に出演。ゲストの相葉雅紀、39、と行ったという旅行の裏側を明かした。桜井翔、相葉雅紀が旅行に連れてきたエイジ君に驚き、来るの?近く相葉からエイジ君も一緒でいい?桜井によれば、もともとは相葉と二人きりの旅行を計画していたという。相葉君はスノボしたいってずっと言ってて、僕はスキーやるんで、今度行こうよ。よく行くところあるから、相葉君も安心して過ごせると思うよ、って。そんな中、旅行の数日前に相葉から電話が、エイジ君も一緒でもいいかな?桜井は、エイジさんを知らないけど、相葉君が仲いい人なんだったら多分一緒に楽しく過ごせるだろうし、全然いいよ、と許可。すると、相葉からは、このエイジ君は小峠のことだと説明された。四角エイジ君も交えて旅行。小峠さん来るの?と桜井はびっくりしつつ結局3人で旅行へ。小峠さんとプライベートで会うの初めてだったんです。よ。会ったら朝10時から2人とも楽しそうに。と相葉と小峠は仲睦まじく会話していたという。当時のことを思い出した相葉は、ごめんごめん、申し訳なかった。と謝罪。桜井は、いやいや。楽しかったですけどね。と相葉をフォローしていた。近く、翔くんコミュ力高い、と反響。相葉の、エイジくん、および、桜井のコミュニケーション能力の高さに、ファンからは反響が。相葉くんが仲良い人なら楽しめるだろうからいい、よ。っていう翔くんできる男すぎる相葉くんの友達なら。って知らない人とも遊べる翔くんコミュ力高いし、相葉くんを信頼しているのが伝わってすごくいい。小峠さんのことエイジくんって言ってんだ、などの感想が SNS 上に並んでいる。近く、相葉学ぶ、共演者との進行。今回、相葉は、ハライチ・サバブユーラとゲスト出演。桜井は、相葉とサバブを指さしながら、ここは友達なの?と質問する。サバブとは、相葉学ぶ、で、長年共演しているだけに、友達かもね、と相葉。出演者の有吉弘行が、小峠もすごい仲良さそうだし、と、相葉学ぶ、に、出演するバイキング小峠エイジの名前を口にすると、相葉は、旅行とか行ったりしたもんね。この間、と小峠と桜井の3人で旅行したことがあると明かした。以下のようにネットワーク上に表示されるいくつかのコメント。確かにエイジ君ですね。翔。普段、小峠さんと言ってるから言われるまで気づかなかったです。翔。桜井さんと相葉さんと小峠さんの旅行は楽しかったでしょうね。忙しい人たちがよくお休みが合いましたね。見たかったけど、六本木クラスと純愛ディソナンスは見逃せなかった。TVerで見れるかな?桜井くんと相葉くんと聞くと奥さんたちもご一緒だったのかななんて勝手に思ってしまいますね。エイジくん。松潤もこの呼び方に驚いていましたね。
相場学の山芋掘りで見ましたわ。相場学ぶの中で相場くんはいつもエイジくんと言ってるのですぐにわかりました。残念なことに見逃してしまった。なぜニュースになるんだろうからと思った微笑ましいエピソード。ビジネス仲良し速攻で小峠ってわかった。相葉学で渡辺退場後に後釜に収まったのも相葉くんとの仲の良さが決め手だって聞いたことありますし。あなたはどうですか？この問題についてどう思いますか？丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。